その男子の準決勝、まず第1組、伊藤浩司はこの後の第2組に登場します。1組には法政大学の大槻康勝、法政大学監督としては渡部さんとしてもこれからちょっとヒヤヒヤの何秒間になりますが、そうですね、ちょっと落ち着かないところですけども、しかし、まあ、彼なりのですねレースを展開すれば、はい、運良ければ決勝に行けるかなと。その大槻は画面の右から3人目、3連です。予選は10秒33、好スタートを切ってトップで準決勝進出、その組のトップで準決勝進出を決めました。中国のリンギ、マレーシアのニャンベク、スリランカのグラナトレ、なかなか強いメンバーに挟まれています。中国のリンギ、スタートからリードを奪いたい、圧倒的なスタート能力を持っています。大槻康勝、この隣です。フライング、ジャストミートしますと最初の 50m で大槻はリードする力ありますからね。そうですね、それと非常に今小柄なんですけどね、意外と勝負強いんですよね。日本選手権の時でも、まあ2番に入りましたしね、ええ、そういった意味からするとその勝負強さにこうかけてみたい。リンイですね、隣のリンイ、大槻の隣の中国のリンイがフライングでしょうね。まあ、やっぱり大槻君がスタート早いっていうことはもう情報がもう知れ渡って渡りましたんでね、はい。まあ、スパイクにはガールフレンドの写真式のシールも貼っている大槻康勝。先ほどのジェットスタートが相手にかなりのプレッシャーを与えています。2回目、大槻コースタート、飛び出した、マレーシアのニャンブク持ってくる、大槻先頭、ニャンブクが追ってくる、ニャンブク並んだ、大槻現在第2位、ニャンブクが1着、大槻2着によって決勝進出。素晴らしいスタート、そして後半も落ちませんでした。いいスタートでしたね。まあ、いつも通りというかですね、はい、この組はですね、2人前半型のランナーがいるんですよね、はい、で大槻君とマレーシアのニャンベクですね。そうですね、この黄色いユニフォームですね、はい、これが前半型のタイプなんで、ええ、まあ、それがいい、2人ともいいスタート切って、あとがですね、はい、後の選手がちょっと力んでしまいましたね。あ、そうですね、勢いよく出たもんですから、はい、